さあ、ということで、ぶっ飛びガールを倒しに行こうと思います。頼もう。ありがとうございます。いただきます。そうですね、もうかなりもうゼブライカがやられたらやばいんじゃないかぐらいのあれがあるんですけど、大砲？え、そういうギミックなんだ。へえ、飛行タイプみたいな感じだね。おお、これは面白い。で、これは？なるほど、こっちから入れば右側に逃げるのかな？なるほど。ただトレーナー戦をどうしようかな。すべてにおいてゼブライカで戦っていく必要があるのでは。なかなかこれ大変なことだと思うんだけど、まあなんとかなるか。レベル38だからね、なんか育っちゃったよね。よーし、大剣気でいけそうなんで、トレーナー戦はこれでいこうか。またアンコールだ。アンコールがアンコールしてきた。いや、ぶっ飛びボーイでしたね。じゃあジムリーダーにゼブライカは取っておいて、フーロ様にはねゼブライカを当てていきたいので、じゃあトレーナー戦は大剣気でいきましょうか。よし、オッケーオッケー、ありがとうございます。まあ、とりあえずね、乗り継いでいけば、まあ、トレーナーに沿っていけば多分大丈夫だと思うんで、それでいきますね。そういえばさ、パイロットっていう種類はなかったよね、今までの作品では。かっこいいな。よーし、ありがとうございます。シンボラ出てきたんだけど、出してきたんだけど、案外大剣気できましたね。いや、でもこのギミック面白いな。あ、戻ってくるんだただいま。多分こういうことでしょ。違うかな。これでここ、そうそう、コメントであったんですけど、ケンホロオスの方がかっこいいですよみたいなねコメントあったんだけど、確かにかっこいいわなこれを見てね、ものすごく納得しました。結構やっぱ姿とかがね大きく変化するポケモンも中にはねいますからね。かといってあのオス捕まえる気ないんですけど。というわけでありがとうございます。まあ、拝めたということで、ここは一ついいんじゃないでしょうかということで。でも確かにオスがいいっていうのは分からなくはないかな。びっくりした。なんだこの緑のやつって思った。スライムかなみたいな。やばいやばい。立体感にもてあそばれてる。いやー、まあ一体だけならなんとかなるって感じだったかな。ド忘れ連発してきたんで焦りましたそうですね、入念なチェックは大事ですからね。ああ、なるほど、そういう感じになるんだ。面白い今の。もう一回やりたい。
あ、やった、アンコールだ、アンコールだ。で、ここから回り込んで、絶対痛いでしょ今の。多分ついたかな。オッケー、着きました。じゃあ準備したら挑もうと思います。フーロさん、あなたをパーフェクトで倒しに来ました。よろしくお願いします。今日は自信あるよ、さすがに。大砲楽しすぎたな。でも、申し訳ないですが、可愛くないですか？可愛くないですか？申し訳ないけど、3立てするよ、今回は。待って、これ、レベル差がちょっと、上げすぎたっていうか、なんか、幸せ卵というか、なんか、いろんなことがちょっと、こんがらがっておりますが、まあそうなるか。ちょっと間が空いてるからレベル上げた方がいいかなって思ったんだけど、レベル揃える必要なかったかもね。タワーオブヘブンで鍛えることもできましたからね。ちょっとこれはあかんやつですね。やばい、レベル40になってしまう。どうしよう、レベル40になっちゃうんだけど。待って、なんか全員一発で倒したら、なんか俺すげえ悪役みたいな。うおー、なんか広げたんだけど。かっこいい、すまんな。多分飛行タイプなんだろうけど、これは真面目に分かんないから、ちょっと様子見でいきますね。様子見も何もなかったですね。放電で。フーロさん、何もできずに終わる可能性が。フーロさん、ごめんなさい。いや、よかったです。だからもうフーロさんにね、このありがたいお言葉をね、いただけただけでも価値があります。いや、ちょっともう一回戦いたいよ。うわー、申し訳ない。純バッジ6個目だったな。ジェットバッジ。70までか。まあ、おそらく関係ないことですよね、これは。技マシンは？アクロバット。うわー、アクロバット使ってきてたってことかな、じゃあ、フーロさんのポケモンたちは。アクロバット一回も見ないまま終わっちゃったんだけど、あの道中のトレーナーがエモンガに覚えてたぐらいだよね。道具持ってなければ2倍。なるほどね、それで強かったんだ。ネジ山を越えて石化し、あ、ネジ山あったね。で、プラズマ弾もいたんだ。なるほどなるほど。え、待って。あー、そういうことか。これ大砲だったのね。なんか飾りだと思った。ありがとうございます。こんにちは。分かり合うためといい、トレーナーは勝負で争い、ポケモンを傷つけ合う。僕だけなのかな、それがとても苦しいのは。まあいい、君のポケモンと話、え、戦うんですか？え？待って。ゼブライカだね。うん。さっき3立てしてきました。とりあえずバトルではなさそうだよね。ライトストーンとダークストーン。
伝説のポケモンはその肉体が滅ぶとストーンとなって眠りながら英雄の誕生を待つ。そのストーンから伝説のドラゴンポケモンを蘇らせ、友達になり僕が英雄であることを世界に認めさせ従わせる。あ、首振ってた。僕の夢は争うことなく世界を変えること。力で世界を変えようとすれば反発する人も出るだろう。その時傷つくのは愚かなトレーナーに利用されてしまう無関係のポケモンたちだから。そう、ポケモンは人に使われるような小さな存在じゃないんだよ。その結果、君たちのようにお互い向き合ってるポケモンとトレーナーを引き裂くことになるのは少し胸が痛むけどね。追いかけていく必要はありそうだな。でさ、でね、でね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 とか言ってるんだけど、あの、フーロさんに勝ったらおいでやすって言ってたあの人がいるんで、できますか？ちょっと見てみよう。ちょっとこれ見てみよう。お、ん？これのことかな？ダウジングで見つけるのかなって思ったんだけど。なんてね、僕らポケモン持ってないし、手に入れるまでその技マシンを隠しておくつもりだったんだ。あ、ありがとう。必中技なんだよね、ツバメ返しって。なるほど、フーロさんに頼めば、ツバメ返しの技マシンがたくさん手に入るんだね。で、物のついでなんで、なんかいろいろと手に入りそうな感じはするんですが、ここ？麻痺直しだ。あとね、コメントであったのは、矢車の森でもね、なんか結構あるよみたいなコメントをね、いただいたんですよね。ここか。虫除けスプレー。え、いっぱいあるじゃん、ここ。PP リカバー、ありがたい、普通に。ありがとうございます。さあ、ということで、無事に、フーロさんからね、ジムバッジを手に入れたということで、今回は時間も時間なんで、一旦ここで休憩しようかなと思うわけですが、このままね、次は、ネジ山かな？そちらの方面に向かっていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたしますということで、では一旦休憩しようかなと思います。失礼いたします。さあ、ということで、ポケットモンスターホワイト実況プレイ、今回も頑張ってやっていきましょう。ということで、前回から軽くレベル上げの方というか、レベル上げというよりは軽くレベル揃えた感じにしたかなという感じですが、全員40にしてしまうとさすがに次のジムもちょっとね、フーロさんと同じような道をたどってしまう可能性があるので、とりあえずレベルはこんな感じにしましたということで、あとは鳥ポケモンを飛行タイプをアーケンに変更しました。ケンホロウさんを外しましたね。ただ強いんだけど、欠点としては試してみたんだけど空を飛ぶ覚えなかったんですよ。なので、あの、ちょっと進化後に期待ということで、今は小さいから、体が小さいから覚えられないんだということで、ちょっとあの、自分の都合のいいように考えていきます。よろしくお願いします。技という感じはまあこんな感じですね。技はこういったところですかね。というわけで、今回はね、このネジ山、こちらを攻略していこうと思います。え待って、知らなんだだよ、それは。ジェットバッジを持つ者同士、どちらが強いか確かめる。マジか。でですね、あの、アーケンの特性、弱気ということで、これ一見、攻撃じゃないよ、あの、HP が半分以下になると、攻撃力が下がってしまうという特性なんですが、これだけ聞くとね、あ、ケンホローさんですね、こんにちは。これだけ聞いてしまうとあまり強くないのではなんて思いますが、もともとの能力が高いんですよね、アーケンは。なのでうまく回復と組み合わせていけば大丈夫なんじゃないかと判断しましたので、
使っていくことにしました。で、待って待って、よく考えたらさ、アクロバットって道具持ってない時だよね。幸せ卵持ってますね多分やってしまいました。ということで岩石封じをやっていきましょう。見切られたな。ここはしつこくいきましょう。挑発大丈夫ですよ。あえて挑発に乗っていくスタイルですよこちらは。さあ素早さもダウンさせていくということで、チェレンはチェレンの強さがあるなら俺は俺の強さにこだわってやっていきますよ。オッケーオッケー、レベルも上がりましたよ。37、ありがとうございます。ヒヤッキーか、ヒヤッキーは水タイプなんで入れ替えますか。ゼブライカがちょっと頭でっかちになってるので、レベル的にここはチェリネでいきます。ちょっとこのバトルはゼブライカはなしで温存で行く体勢で行こうかなと。よっぽど男とかなければね。レベル的にも大丈夫そうだね。まだまだネットは火傷さえ気をつければ大丈夫。 OK です。エナジーボール、わあ耐えるか。ナチュラルに耐えたね今。え、引っ込めるの。ジャーノビー行きましたね。ヤイギリー気持ちだけ当てていきますよ。食べ残しか、毎ターンちょっと回復するんだよね。そうだなー、アーケンでいこう。あとはこれは後々お見せすることにはなると思うんですけど、またアーケンとは別に現在ボックスに眠っているんですが、秘密兵器をこっそりと陰で育成しておりますので、いつかお見せできるんじゃないかなと思います。アクロバット結構エフェクトかっこいいね。道具持ってなかったら多分一発でいけたな。待って待って、やばい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 、これ行った方がいいよな。威力下がろうが倒せるので、ヒヤッキーか、ヒヤッキーはチュリネでいきましょう。いいですよ。レパルダスか、レパルダスはアクタイプなんでズルッグでいきましょう。負けないことが強さ、勝つことが全て。負けて得られることもあるよ。俺はそうやって強くなっていった、あの頃は。オッケーです、レベル上がった。噛み砕くか、なかなかにいい技だと思いますが、しっぺ返しを上書きしますか。オッケー、ありがとうございました。ポケモン勝負は楽しい。楽しむってことも大事だけどな。おお待って待って、早速進化なんだけど。ちょっと空を飛ぶ覚えさせることできたらこれ大満足ですよ。おお、アーケオス、かっこいいね。かっこいいというか、まあ古代というかそんな感じだけど、なかなかのポケモン勝負であったな。アデックさん、二人ともトレーナーとして育っておるようで何より。アデックさん、いやー、いつかあなたと戦いたい。頑張りますね、そのためにも。自分は弱くて負けたんです。それなのにいい勝負と言われても正直困ります。全くトゲのある言い方をせず素直に喜べ。それで前にも尋ねたが強くなってどうするのかね。
強くなれば、チャンピオンになればそれが僕の存在理由になる。僕は生きてる証が欲しい。レンブ。後々わかるのかな？わー、やったー、や、波乗りだやったー、波乗りだ、やったね。これでちょっと捕まえられるポケモン増えましたね。何をしたいか、それがわからないからトレーナーとして強くなることで自分という存在をみんなに認めてもらうんだよ。ちょっと回復しますね。あ、覚えられますね。じゃあ覚えさせましょうか。ただ結構技的にいい感じなんだよねいい感じなんだよな。竜の息吹かな。もったいない気もするけど、ドラゴン来たら太刀打ちできる方法が今んとこないんだよね。ただSO的な意味でね。そろそろ熱湯とはお別れかな、これは。まあ、またね、必要になったら覚えさせればいいので、熱湯は技マシンなんで。ということで行きましょうか。おー、早速だね。多分トレーナーだよね。じゃあ、ここは出番の少なかったダブランで行きましょう。